海地楽堂の杉本と言います。この度学校給食がいきなり中止となって生乳が余ってしまうという事態になってしまいました。でも皆さんのおかげで生乳を余らせることなく製造してやっていくことができたのでありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。